どうも、内山美恵です。このうちに引っ越して早2ヶ月、あ、7月になったから3ヶ月現在の私の部屋はどうなってるかっていうのをね、晒していきたいと思います。じゃあ、私の部屋に移動しましょう。引くだよ、みんな引くでないの。あれ、あ、バケツか、何かと思った。よいしょ、よいしょ、はい、行きました。すいません、さすがにちょっと下着とかが出てるとまずいなと思うんだけど、あ、出てるわ、ちょっと待ってね。はいはい、それではこちらが、私の今のお部屋の現状です。ちょっと言い訳の前に先に出すわ。はーい。多分これ今がマックス。もう最大級すぎてもう絶景と思ったので動画回してみました。これね、なんでこうなったかっていうと、あれなんですよ。旦那さんにドッキリを仕掛けるために、あ、ちょ、本文ちょっと下に置いとくんで、この動画見終わったら見に行ってほしいんですけど、その時にめちゃくちゃ急いで旦那さんよりも後に家を出たんだけど、もう先に旦那さんのお家にちょっと着きたいということでこうひっくり返したんですよ。ひっくり返した今のの、もう持ってく時間がなくてそのまま出ちゃったんですよ、私。はい、ということでね、だから旅行カバンで出かけてったんですよ。私宮城県に行ってて、で宮城県に行ったまんまひっくり返したまま出て、でそのまんまもうこのまんま、あの、月日が経って、で洗濯が終わったらここに置きまして、で、服着替えるってなって、ここから出しましてってことになってて、もういい加減こう片付けなきゃいけないと。もう何日も経ってるんですよ、もう。ということで今日は、もういい加減このね、もう服様にも申し訳ない。これを、片付けていくよ。はい。こっちとこっちとこっちに3箇所服を入れるところがあるので、でここに。入れながらやっていこう。ただまたすぐ私移動しちゃうんですよ。でそうするとここなの、普段のね、このカバンがメインなんですけど、このカバンの中に、あ、でもどうしたらいいんだ、入れたい、いやでも一回出してからもう使うのだけ入れよう。うん、そうしよう。とりあえず一回このカバンはなしにして旅行するとしても全部しまおう。そうしよう。うん、そっから使うのだけ入れればいいんだよ。そう、じゃあやっていこう。はあ、服か。え、なんかこれ汚れてる。え、なんで、え、悲しい。あ、汚れてる、ショック。これね、動画で買った服なんですけど汚れてるわ。洗濯どういうプランでいこう。この2列の、あー、でもこれ自体を、あれだ、ここが今スタメンなんですよ、私の服の。ってことはこっちのサブの方に使ってないのまず入れよう。そうしよう。ここが何、ここが入れれないな。ここがなんかスポーツウェア的な、雨がっぱ的なやつ入ってて、私いる、いない、いる、いないか。うん、これでいる。あ、ここにあれだね、ここにあれか、え、どうしたらいい、ここがちょっとあれか、え、どうしよう、どうしよう、何をどこに入れたいかわからない。だってさすがにもうあれだもんね、こういうあったかいのは使わないっていうところに持っていけばいいんだよね。あ、冬服こっちに入れる。冬服こっちにも、なんていうの、同じようなやつあるから、ここにとりあえずあったかいやつは入れます。こんなんもう出してても使わないもんね。これワンチャン羽織りそうだね。羽織りそう。片付けようか。ってことはこのフリースもいいね。これも片付けよう。こっち店員になりました。でフリース1着ぐらいね、寒い時羽織ると思うから、それをここに置いとこう。もうロンティーも季節じゃないか。ロンティーを
この使ってないのをサブ的なところに入れればいい、きっと。でもこれ着たいしな。MT もちゃんとしまう。これはね、埼玉のね、レイクタウンか、越谷のレイクタウンでね、トミーがね、安く売ってた時に買ったんだよね。はい、トミーかわいいよね。ズボン、オッケー。じゃあズボン着た。ズボンを、じゃあパーカーもこれちょっと直そう。これぐらい置いててもいいか。ダウンはさすがに使わないね、きっとね、こちら。OK、ズボンをここにかけるわ、この下の列ね、そうしよう。そうだよね、こうすれば見やすいんだよ。すごい、私の服のレパートリー何があるかっていうのが全部ここにさらされるわけだね。最近気に入ってるのがね、はい、これ最近気に入って履いてるの、トミーのジーンズ。ただジーンズってさ、ストレッチ効いてないパンツってあると思うんだけど、立ってる時はさサイズ調子いいんだけど、座った時めっちゃお腹苦しくない？みんなどうやってんのかなって、すごい謎。なんかジーンズやたら多いな、ジーンズ多いな。スウェットパジャマエリア向こう、羽織物。服はね、楽な格好が好きなんですよ。締め付けが本当に苦手で、ズボンこんなもんかな、とりあえず。よく着るパンツはこんな感じかな。うん、パンツはね、ここに入ってる、あ、ここか、ここにパンツが入ってんだと。これももうあったかいからあれだね、ちょっとサブ行きだね。ジーンズ終わって、ここを羽織る系にしよっか次ね。これよく着てんな私。ハンガーなくなった。今までの部屋で使ってたハンガーの分余ってるってことは、地べたにさ、それは広がるよねっていう話。さあ羽織る系いきます。そう、私あの YouTube のアイコンで、あのエメグリっていうのかな、ミントっていうのかな、こういう色が顔写真のアイコンになってると思うんだけど、そっからねこの色がすごい好きで、なんかそういう系の色をねちょっと集めてしまっている自分がいる。こんなもん。あと羽織るのがあと2枚かな。まあこの時期もうないと思うんだけど、つい最近までさめちゃくちゃ暑いとかって思ったんだけど、なんか雨が降るといきなり寒かったりするじゃないですか。そういう時にね、なんかそういう時を考えると、なんか1週間とかでトリップ行っちゃうから、あ、もしかしてちょっと厚着のものいるかなとかって、結局ねほぼ使わないんだけど、そうするとね夏服以外だったりとか、あ、万が一の予定でとかってねなっちゃうからね、すげえ増えるんだよね。できた、オッケー。じゃあ次上だね。残りはここで服かけていく。今の現状でねだいぶね綺麗だったよ。ねえ聞いて、これさ引っ越しの時にマスキングテープじゃなくてねガムテープ貼っちゃったら、もうね取れなくなっちゃった。頑張れば取れるんかな。こっちがね何パジャマエリアだから、ちょっとこのパジャマ入れてきます。これ一回シワついたやつって、こう立て かけてても伸びないかな。もう無理かな、一回アイロンしないと。勝手に伸びててくれたら最高なんだけどね。やばい、なんか足りない感じがしてきた、足りない気がしてきた、なんかちょっと危うい。まあそれ以上はもうタンスにしまえってことかな。あ、わ、もうこれ以上は無理かもしらん。あと残りこれだけあった。あ、ギリ足りそう。私キャラクターでグレムリンが好き、ギズモが一番好きかもしれない。めちゃくちゃぬいぐるみ実家にあったもん。あーなんとかなった、綺麗。よし、じゃあ残り半分いきましょう。これ見て、始球式の時のグローブちょっと飾ろうと思ってケース買ってきた。前から通してねサインしてもらったからね。じゃあね、うまくはめれてないのよねこれ実は。それと監督さんにねこうやってサインしてもらったの、これを一緒にね飾りたいんだよね。ケ
ースがね1個ないんですよ、ボールのケース。これまた今度アルビの試合見に行った時にケース買いに行かなきゃいけない。まあ、とりあえず入れとくだけ入れとこうか、ね、これでね。でケースをちゃんと入れて、ね、保存をすると。あとで、リビングかどっかにこういうのをね飾る台が欲しいんですよ。てかもうはまんないこれ、どうしたらいいんだこの。まあいいや、旦那さん帰ってきたらやってもらおう。こういうね細かい作業はね私がいくらやってもね延々と終わらないんですよ。よし、あ、どっから行こうかな。困ったぜ。これ何がこんなになってるかと、コスメ用品なんですよ。どう入れるかな、入らないんだよ。どうしたらいいんだ。これは1回だ、シャンプー、リンス。あ、もう。できた。ラスト、ここ。いやー、早ー片付きました。やっとやっと出発前の元のお部屋に戻りました。あー、よかった、綺麗さっぱり。これね毎回思うんだけど、私ね昔からホコリとかゴミは部屋にないんですよ。この荷物をかき分けて拭き掃除とかゴロゴロかけちゃうんだけど、片付けができないんですよ、整理整頓が。結局なんか入れてもどうせ出すじゃないですかって考えたら、え、なんか効率みたいな言い訳そうなの、なんかもう出してた方がすぐ取れるじゃんみたいな。ただ私がハウスダストアレルギーだから、ホコリとかが落ちてるともうそればっかりが見えちゃうんだよね。その物は見えないでそれをかき分けてねって拭いちゃったりするからね、まあ、なんかよくわかんないことが起きるんですよそう、まあ、そんな感じで、まあ、こうやってね部屋が綺麗になれば、うちのね全自動拭き掃除機みたいなのが大活躍するので、今まではねこうどかして拭いて反対側にどかして拭いてってやってたんでまあこれでもうね拭き掃除し放題だから、もう最高なお部屋になりましたし、はい、そんな感じで、あれ初公開かな、よく考えたら。引っ越して、現在の私のお部屋を紹介してみました。もうちょっとね物減らせたらいいんだけどね、うん、そんな感じです。ちょっとね、いい風にね思ってくれて、ちょっと幻滅したって思ってくれてる方は、うん、ごめん私そういう人間です。いかがでしたでしょうか。高評価のボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので、うちやまみえで検索フォローよろしくお願いします。再生リストにまだまだたくさん動画ありますので、次の動画も見てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。